キロメートル毎時とは、速さの単位である。ただし、国際単位系では、速さ、速度の単位としている。1キロメートル毎時は、1時間に1キロメートルの速さ、を示す。日常会話では、時速キロメートルと表現され、誤解の恐れのない場合は、時速を省略して、単に、キロメートルと表現されることもある。速さの SI 単位はメートル毎秒である。 字は SI 平用単位であり、それを組み立てたキロメートル毎字は SI 平用単位となる。日本の計量法では速さの単位としてメートル毎字を認めており、これには接頭字をつけることが許されているため、その1000倍の速さであるキロメートル毎字も使用してよいこととなる。記号はキロメートル毎時またはキロメートル H-1 であるが、英語圏などでは KPH Kmph 時速、キロメーアー r などのようにも書かれる。ただし、日本の軽量応報体系では、キロメートル毎時のみが認められており、その他の記号は使うことができない。メートル条約調印から4年後の1879年、国際土量衡委員会は、当時の国際土量衡総会の支援のもと、様々なメートル単位の記号を提案した。その中には、 キロメートルを表す記号、キロメートルの使用も含まれていた。1948年、CGPM は国際単位系の準備作業の一環として、普遍的に合意された記号を持たない多くの単位の記号を採用した。その結果、キロメートル毎時、キロメートル H-1、キロメートル H-1 の3つの形式のうちの1つで、キロメートル毎時は、 CGS 単位系ではなく、MKS 単位系であった SI 企画は1960年に発表され、それ以来、学術出版社や法律当局を含む、世界中の多くの機関で採用されてきた。SI は、単位記号は、略語ではなく、非常に特殊な規則を用いて表記することを明示している。ダンルー・デュメニルは、この区別を次のように正当化している。マクスウェルによれば、 そ、従って単位の名前はある種の代数記号に置き換えることができる。この記号は単なる略語ではなく、科学記号のように正確で規定された方法で使用しなければならない記号である。SI、つまりキロメートル毎時の使用は現在では SI 単位のメートル毎秒に加え、健康と安全に関連する多くの分野や、計量学の分野で世界中で採用されている。また、 SI は学術や教育の場でも好まれている測り方のシステムである。世界の交通標識の最高速度単位。キロメートル毎時マイル毎時両方速度、制限単位なし自動車が誕生して間もない頃、各国は独自の道路標識を開発していた。1968年、国際連合経済社会理事会の支援。それ以来、多くの国がこの条約に署名し、 その提案を採択している。この条約によって直接認可されているか、または条約の影響を受けている速度制限標識を以下に示す。1972年に EU は指令を発表し、加盟国は CGS 単位系の使用を廃止し、国際単位系を採用することを求めた。SI の使用は、加盟国が公文書でキロメートル毎時を キラマターズパーアワーの略語として使用することを暗黙のうちに義務付けた。1975年に発表されたもう一つの EU 指令は欧州連合内の速度計の配置を規制するもので、キロメートル毎時の文字をすべての言語で表示することを要求しているが、それがキラマターズパーアワーの現地語の自然な略語ではない場合もある。例としては以下のようなものがある。 1988年国家幹線道路交通安全局は速度計の表示にマイルパーアワー及びまたはキロメートル毎時を使用することを規定した規則を交付した。2000年5月15日にはマイルパーアワーまたはマイルパーアワーとキロメートル毎時と明確化された。しかし連邦自動車安全基準番号101では 大文字と小文字の2の組み合わせで単位を表すことができるようになっている。計量法第2条第1項第1号中、速さとある。速度ではない。ありがとうございます。